Remember when you sang me the song Chengdu? It was during our first trip in an Airbnb. In the dim glow of the lights, you looked into my eyes and serenaded me softly. You said you heard it at some random bar. The lyrics struck me as bittersweet, leaving someone behind. もうすぐメグさん来る時間だ。やっぱこのベッドかわいいな。買ってよかった。よし。あ、来たかな。やっほー。やっほー。あ、どうぞどうぞ入って。お邪魔します。はい。かわいい、かわいい。ありがとう。やっとね、このベッド届いてね。ちょっと前まではもう普通にマットレス引いてって感じだったんだけど、やっとちょっと変えたの。だからもうやっと自分の思っとる通りの部屋になった。あったね。あ、座って座って。ここでリボンがついてたり、同じシリーズ。あ、そうそう、同じところで買ってね。スノーホワイトシリーズやったかな。なんか白雪姫とか、なんかシンデレラとか、なんかそういう気持ちをなんかお家で体験してほしいみたいな感じで書いてあって、でもそれにめっちゃ共感して買って、やようやくねベッドまで揃ってシリーズで置けたんだけど。ありがとう。なんか最近仕事とかもさ、いっぱいあるじゃん。なんかこの前もさ、ギリギリ終電乗れてさ、もうパニックだったんだけどさ、でもなんかやっぱり家帰ってくるとちょっとなんか落ち着くよね。わかる。でもなんか会社にいる時より家にいる時の方がなんかこう雰囲気がこうちょっと可愛くて、私の好きな空間に仕上げてるからさ、ちょっとなんか嫌さがいる。最近仕事どう？それがね、なんか失敗ばっかしてね、怒られてばっかりしてね、なんか大先輩にやった。もう嫌なんだ。でもそうよね、なんか私もさ1年くらい前までさ、本当になんか先輩ともうまくいかんかったし、しかも結構夜遅くまでもうギリギリぐらいまでしなきゃいけなくて、でも帰ってきて本当寝るだけって感じだったんだけど、こっちの方のアパートに引っ越してさ、家具とかもさちょこちょこ集めてたのもようやくなんか部屋セットして、このアパートになってから本当になんかもう全然なんか嫌なことあってももうこのベッドで寝れば忘れるみたいだったからさ、メグさんもさ、なんかこうお部屋を可愛くする大作戦とかはしたらちょっと仕事楽しくなるかもじゃない？帰ってくるのが楽しみになるみたいな。今度家具屋さんとか一緒行こうよ。行きたい。え、メグさんってなんかあれだよね、白いこうちょっとシンプルめだけどちょっとこだわってるみたいな好きだったよね。なんか私がさ買ったとこさ、ここなんだけどさ、レベインポート。かわいい。え、かわいいよね。結構いろいろあってさ、色とかもメグさん好きそうな、なんかこういうブルーの感じとかもあって、なんか好きそうって思ってた。好き好き。なんか下の概要欄にさリンク貼ってあるみたいだからさ、よかったら見てみなよ。買ったら見てみよう。うん。じゃんじゃん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いかがでしたもなんもねえよって感じだと思うんですけど、なんでこういう動画撮ろうって思ったかというか、こういう動画にしたかっていうのは、まぁ、ちょっとね、いつもみたいに綺麗に家具を置くだけじゃなくて、ちょっと生活感を出して皆さんによりこう親しみやすいというか、自分に置き換えてご覧いただけるようにと思って、ちょっとこういう風にコーディネートというか、ちょっと生活目指しながらコーディネートをして、でこのまあ劇というかでは、設定としては私がまあ上京して働き詰めだったのをこの部屋になって、この部屋を可愛くしたことによってちょっと心が生まれ変わったみたいな設定だったんですけど、ちょっとそこまではねまだちょっと演技できなかったんですけど、まあそういう感じでやっぱりね、上京してとか、まあ普通に一人暮らしとか大変だけど、帰ってから疲れを癒すためのお家が可愛いと、自分が気に入った空間だと日々も頑張れるし、楽しい気持ちになるし、ワクワクするし、いいよねっていうのを伝えたかったんですよね。今回はね、私がまあ26歳ぐらいの体で可愛い感じで、まあ、ようやく揃えれたみたいな感じで、やっぱね家具ってちょこちょこしかどうしても揃えられないと思いますし、一つずつねこう可愛く変えていって、最終こう自分がしたい部屋っていうか、なりたい部屋、いたい場所っていうのを少しずつ作っていくことによって、まあ、さらにね一人暮らしとかだと、もう本当に全部の空間が自分の空間ってことだから楽しいと思うし、皆さん日常大変な時もあると思います。
だけどやっぱり可愛い家具とか雑貨とかを見ると私もだけど本当に頑張ろうって気持ちになるし、家帰ったらなんかもうワクワクって感じになるので、はい、そういうのがちょっとこの動画で少しでもお届けできたらなって思います。はい、ということで最後までご覧くださってありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、オンラインストアの URL は概要欄に貼っているので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。チャンネル登録、高評価もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた来週水曜日夜7時の動画でお会いしましょう。バイバーイ。